さん、こんにちは。高橋貴子です。本日はウェブ文章術のコツ17ということで、心を惹かれるキャッチコピーの7つの要素についてお伝えしていきたいと思います。キャッチコピーですね、いろんなものを盛り込むと、キャッチコピーが伝わりやすくなったりはするんですが、全てを盛り込む必要はないんですが、主にこう心惹かれるものとか、あ、いいなって思うものですね、そういったものが7個ぐらいあるので、その候補を上手に組み合わせしながらキャッチコピー作っていっていただければというふうに思います。まず一つ目ですね、心理ハードルの解除ということで、そこの気持ちが楽になる、簡単とかですね、そういうキーワードとかがあるとおって思ったりしますので、心理ハードルを解除する。2つ目が、悩み解決ですね。ダイエットとかそういうところがやっぱ悩みになるので、太ってるものとかがどう解決できるのか、そういうものがキャッチコピーに入ってくるといいですよね。あと時間とか数字の力です。これはちょっと大げさでありえないんですけれども、例えば、5分で10キロ痩せるとかですね、そういうものがあったらダイエット的にはとてもとても強烈な効果をもたらす、キャッチコピー、ある意味ちょっとうさんくさいになってしまうかもしれませんけれども、時間とか数字ですね、これを入れていくと非常に分かりやすい、心を惹かれるものになります。あと4番ですね、お得感。やはりこれもついてくる、ジャパネット高田さんなんかはそんな感じですね。これもついて、そして総額いくらみたいな形のこう特典とかお得感が分かるようなものがキャッチコピーに入ってくるといいですね。7大特典とかですね、そんなのもあったりしますよね。はい、あと5番ですね、新しさです。今までにはないとか、誰も見たことがない、どこにもなかったとか、そういうようなものを、本当の嘘ではなく本当にそういうタイプのものであれば、新しさっていうものを歌っていただいてもいいと思います。あと緊急性ですね。あとこれ何個でなくなるとか、これぐらいの日で締め切りますとかっていう緊急性ですね。なぜそれが必要なのか、その時間に手に入れることが必要なのかっていうことですね。例えば夏を迎えてビキニになるという女性のためにダイエットっていうふうになるとね、7日間で痩せる、夏の海に間に合うとか、多分そういう感じが緊急性とかになってくると思います。あと希少性ですね。もう1個しかないとか、めったに見れないとか、数が少ないとそこに対するこうレアな感じが出てくるので、お客様の方がわっと飛びつくっていうものになります。ですので、心惹かれるキャッチコピーっていうのは、このあたりのものが要素として盛り込まれていることが非常に多いので、雑誌のタイトルとかですね、機会があったらぜひ見ていただければ参考になると思いますので、見てみてください。